大内市というのは実はあんまりよくわからないんですね。経図自体はまあ甲府に割合単純明快であって、そんなややこしい、深刻な内紛とか、まあせいぜいこの辺がちょっと揉めてる。それからまあいくつかこの辺とかこの辺とかでいくつか、まあ、内紛争いがあったのは事実ですけども、まあこういう感じの、経図です。ここから上の方が、なんだかんだ言っていろいろと、一族離れてるんで分かれてるんですけども、ややこしいのはこの鷲津さんぐらいで、最後はいとこの大友宗麟に寝首をかかれちゃったという、大友宗麟が実は非常に最後の義高には絡んではきます。結局この大友春秀が義高の次の大内義長になるわけですから、多分末のバックには案外この大友宗麟が、いたと。大友と大内の因縁の関係、しかもこいつらいとこ同士という、そういう難しい問題があるかもしれません。大内氏の出自ですけども、大内氏の、公式によると、百済の清明王、日本に仏教を公伝した百済の清明王の子であって、新羅と戦った百済の武寧王の孫、清明王の息子である、林昌大使の子孫であると自称しています。で、大内氏の出自の、系譜によりますと、百済の、林昌大使は、多々良ヶ浜に、漂着して、大内村に居住し、その大内村の、名前から大内というふうになのだと、いうふうに言ってます。多々良ヶ浜、それから周防の国には多々良の君という、カヤ系の渡来人集団が、存在していて、まあ、この多々良という名前から、彼らが製鉄とかそういったことに関する技術を伝えた渡来系集団の関わりもあるのかどうかという話はなってますけど、まあ、これも結局、多々良という名前から、類推されたの言い方であって、実際にこの多々良ヶ浜にもともとおったからであって、こちらとの関係とかは実はよく分かんないと、いうことになっております。したがって実態は不詳であるとしか言いようがないと。まあ、はっきりしているのは、周防の国の在庁官人の家であるということぐらいしかはっきりしてません。で、1152年、院政期の頃の在庁の下し踏みに、多々良姓の漢人が3人、名を連ねていることから、平安末期にはこの多々良という、多々良という姓を持つ、在庁漢人が力をこう持ってきているということが分かります。彼らは周防の助を、名乗り、やがて、その名字の地である大内を冠して大内の助、とか、そういうふうな、名前を、名乗るようになります。で、それも実は意外と新しくて、大内氏が、百済清明王の、林昌大使の子孫であると言い出すのは、どうも、鎌倉時代の末期あたりになってから、あるいは南北朝時代に入ってからではないかという話もあります。この辺については、大内に関してはほとんどわからないというのが現状です。鎌倉時代の大内氏ですけども、この多々良一門、実は当時の周防の国は後白河法皇の治療国であって、その関係で後白河とは深い関係があり、彼らも獅子谷で連座していると。多々良一門が、連座していると。その多々良一門の中でも大内、この大内広盛という人物が台頭してきたと。彼は獅子谷の連座で免れたと。で、在庁官の中で、台頭してきて、で、自称重要の内乱で頼朝に味方することによって、長門の国に所領を獲得すると。これが大内氏の勃興の始まりであると言われています。まあ、当初は頼朝に味方したものの、頼朝から直接下し文を受けたわけではどうも、なさそうなんですけど、13世紀中頃、1250年に官印御所の造営費用 分担を、行ってますので、この頃には御家人化していたことがわかります。周防の国の守護というのは、蒙古襲来以降は北条氏一門になるわけですけども、それ以前もあまりはっきりしないので、長井氏が1250年頃には長井氏、大一門の長井氏が、蒙古襲来以降は、北条氏一門が守護をやっていて、周防の国のそういう時に、まあ、こういう守護が基本的に長井氏にせよ北条氏にせよ、基本的に、まあ、鎌倉に在国している以上は
実際に、この守護の職権を果たすのは、守護隊クラスであって、まあ、そういう時に頼りになるのは、現地に、在国している、こう大内氏のような大長官人の系譜を持つ御家人というのは、徴用されたというふうに考えられます。大内重弘の時代に、14世紀初頭に、東大寺大勧進式との対立が起こっていて、宋の国というのは一方でこの東大寺の所領がたくさんあって、これは戦国時代に至るまで、東大寺はこの宋の国に非常に大きな力を持っていて、まあ、大内にとっては頭を悩ますところ、つうか、まあ、うちにできたら美味しいなというところがあって、常に、この東大寺と、大内氏の関係というのは、実は意外と、難しい問題を抱えているというふうに、言われています。南北朝内乱と大内氏ですけども、鎌倉幕府の長門短大であった北条時直、これにとの関係が当然深くなってくるわけで、長門短大は、蒙古襲来後に設置されますが、この長門短大と、大内氏は、深く関わりも強いになって、直前の、鎌倉幕府の滅亡直前の頃に、北条時直とともに、四国の五大五方の交易に加わっています。鎌倉幕府滅亡後、北条時直は降伏しますけども、大内氏も、その北条時直と行動を共にしたということで、建武政権からは非常に冷遇されると。大内本家が、冷遇される一方で、当時の当主であった大内博行、その叔父の鷲津長弘が、建武政権では周防国の守護職になって、大内氏にとってはこの、鷲津長弘の、存在が大きな目の前の炭鉱部になっていくと。しかもこの鷲津長弘はなかなかうまく立ち回って、建武政権で守護職になったけども、高氏が建武政権と対立すると、この鷲津長弘も、高氏方に帰参すると。で、その結果、この鷲津と対立 していた大内博行、広代節は、南朝方に行ってしまうということになります。まあ、結局、南朝方が長い、かなり長い力を持っていた、その背景には、この、大内氏のような、人物が結構だと。要するに、幕府に不満があるやつは、南朝方に行くと。一門の対立が南北朝方に引き裂かれるというか、不満分子が南朝の方に行ってしまうということがしばしばあって、この大内氏なんかも、そういう意味では、南朝の、永続を支えた大きな、存在だったと。その回あって、大内博代は鷲津氏を抑えて、周防の国を統一し、さらに長門の国に進出していくと。大内博代はもう一つ、この足利尊冬との関係、足利尊冬も高氏と反発したために南朝方に行っておりましたけども、1363年に尊冬は急速に力を失っていって、尊冬は石見の国に失速していくと。その尊冬との関係が希薄化したことによって、大内博行、広代節は幕府に帰順すると。長門、周防、石見の守護職に、任命されて、石見の国を平定していって、まあ、尊冬と義満の間の和睦も、まあ、この大内氏の石見平定ともに行われていって、徐々に広がっていくと。で、この大内博代と、それから嫡子義弘の間の争いがあって、石見守護を義弘に与えて、他は博代が持ち続けると。という形で、そろそろ、大内義弘が出てきます。今川良春に、協力して南朝方の討伐に、尽力するということで、広代と、義弘はかなり早くから、広代が比較的北朝と南朝の天秤に対して、義弘は、かなり早くから、南朝、良春に協力しているということが伺えます。で、この今川良春と大内義弘が話した足利義満表が、結構面白くて、大内義弘と今川良春によると、足利義満っていうのは、弱気をくじき、強気を助けるというか、強いと見たらこびてくるが、弱いと見たら罪をかぶせて潰しにくよるというふうなことを言っていて、まあ、義満の、逆に言ったらこれ、義満よく見ていると、義満の、がうまくいった理由っていうのは、結局、ちょっとでも闇を見せたら、そこにつけ込まれるということだって、結局、まあ、考えてみたら、そういうふうに言って、あいつは、弱気を助け、くじき、強気を助けるタイプだよな、って言ったんだけども、結局、まあ、義弘も、領主も潰されちゃいますね。
今川良春と義弘の関係も結構微妙で、後には良春を追放したのは義弘が義満に残言したからだという話もあります。今川良春に協力して南朝方の討伐に、尽力して、まあ、九州の、南朝方が急速に力を失っていたのは今川良春、大内義弘、こういったあたりが、頑張ったからだと。さらに義弘と弘代の関係っていうのは、弘代は一旦確かに北朝に行ったものの、基本的にはどうも南朝のサイドに行きたかったと。で、弘代死去した後、光弘と戦ったわけですけども、どうも弘代の意識は光弘との関係、光弘を本当は大内氏の家督につ けたかったと。というのは、弘代光弘っていうのはやっぱり南朝方に心を寄せており、義弘はもう北朝今川良春と、協力すると。で、結局義弘はこの弘代、あるいは光弘との、内紛を制圧して、大内の家督を相続すると。で、まあ光弘との関係は改善するか、まあ光弘の降伏を受け入れて、義弘が周防、長門、豊前、光弘が伊予の国のそれぞれ守護職と、なると。義満の厳島詣に義弘は随行しています。で、それ以降義満にこれ随行して、それ以降彼はしばらく在京を続けます。で、ちょうどその頃、和光との、戦いで高麗王朝、あるいは朝鮮王朝で、目立つようになっていきます。で、この頃から百済の渡来人の子孫を自称し、この頃実は朝鮮半島に領地を求めてます。朝鮮に我々は百済の渡来人の子孫であって、我々は朝鮮半、もともとは、我々も朝鮮国王の臣下に近いものであると。つきましては、これからも朝鮮に尽くしたいので、朝鮮に、土地をいただきたいというふうに要求してます。で、この頃からなんですね。それ以前は何も言ってなかったんですが、この頃から百済渡来人の子孫を、自称するようになるので、おそらく朝鮮との交易の利権に目をつけた大内義弘は、我々が朝鮮王朝系の渡来人との関わりをがあるんだということを主張して、交渉というか、そういった利益を求めてきたんではないかというふうに、まあ、見られています。まあ、これ以降、大内氏は室町で前半においては朝鮮にとっては、一番頼りになる存在として、意識されています。朝鮮と関係では対馬のイメージはやっぱり強いんですけども、対馬っていうのはやっぱりもともとは倭寇の本拠地であって、宋にそれを抑える、だけの力はないというふうに見られていたために、それどころはこいつも、盗目やというふうに見られるために、大内に頼るのが一番現実的だったと。まあ、どこに頼るのか、和光との戦いはどこに頼るのか、どこに力を入れたらいいのかっていうのが一つのポイントであって、高麗及び朝鮮王朝が当初目につけたのはこの大内であったということが言えそうです。で、大内サイドもその関係で狙ってくると。まあ、1185年に、光弘を豊前に配置替えしています。これは九州進出を狙ったものであると、いうふうに見られます。つまり、義弘は在京してますので、義弘がそのまま豊前の国の守護職であるならば、まあ、守護代が実際にやれなきゃならないんですけども、光弘自らが、在国できる状態に、なってますので、光弘は基本的に京都には来ませんので、大内氏の家督者の弟が自ら豊前に入るという形で、大内氏の九州への布石といいますか、九州を、まあ、狙う、大内氏の意思が、まあ、この光弘の豊前への配置替えでいよいよ明らかになってくると。で、大内義弘は、明徳の乱で活躍し、山梨がもともと持っていた泉の国と紀伊の国の守護職を、持っています。で、大内氏が南朝との関係を取り持ったという話があるんですが、どうもこれ最近、知ってたんですが、そういう一次資料二次資料というのは実はあんまりないらしいですね。室町時代の中、もうちょっと後になってからその話が出てくる。ただ、まあ、泉紀伊の守護職を持っていたために、まあ、南朝との、関わりがあったんじゃないかという話を、森重明さんがしてはったんですけども、まあ、それ以前にやっぱり弘代さんがずっと南朝方だったから、そういう意味ではパイプあるんじゃないかなとは思いますけども、大内氏が一応南北朝合体にどの程度関係があったのかっていうのは、まあ、とりあえずちょっとこれは
いや、著書でははっきり書いちゃいましたけども、ちょっと、ペンディングかなという感じはしますけども、彼は、この頃までは義満に忠実に従っておって、1395年に義満が出家した時には、彼も順次で出家しています。14世紀の末頃までは義満との関係は良かったんですが、義満との関係悪くなるのは、北山殿の造営に協力しなかったあたりから、義満の関係が悪くなっていきます。これは要するに、義満は北山殿の造営に関しては諸大名 の財政負担を求めたんですけども、大内義弘は、我々は武力で、使えるものであって、そういう経済的なものではにはお断りするというふうに言って、まあ、義満から、睨まれるようになると。南朝方であった小児定頼との戦いで、大内光弘が戦死します。それに対して、義満は、この光弘の戦死に対して、一切報いようとせず、大内義弘は、この定頼の背後に義満が煽ったんじゃないかという疑惑を抱くようになります。で、これは、可能性としてはかなりあります。というのは、義満というのは基本的に、まあ、よく言われるんですが、義満というのは、この山の時もそうなんですけども、とにかく煽るのがめちゃめちゃうまいと。結局、明徳の乱でも、誰を怒らせて、誰をこう持ち上げたら、この一門間のバランスは崩れるか、あるいは諸大名間のバランスは崩れると、実に、よく見ていて、そこを的確についてくるというふうに、まあ、桜英二先生は言ってありますけども、そういう義満の、特殊というか、そういう才能から見たら、まあ、義満が裏で商人定頼に手を回したとしても、まあ、不思議ではない。しかも、義満はその頃、一旦この商人定頼の戦うために、下っていった義弘に対して、最上落命令を出します。それになかなか応じなかった義弘は、ついに軍勢を率いて堺に入ります。反義満勢力を、糾合するわけですけども、まあ、山田の生き残り、それから、まあ、野良で敗れた時氏の生き残り、それから、なんと言っても関東区方足利光兼、これを、うまく動かすことに成功しましたが、この、まあ、義弘にとっての最大のポイントは、この関東区方の足利光兼が、結局関東管領の上杉紀春によって、まあ、止められちゃったと。まあ、紀春が切腹して、この光兼をなんとか止めたと。まあ、命を持って止めたと。それで光兼が動かなくなってしまって、おそらくこれで義弘は失敗すると。で、まあ、義弘は結局、堺で挙兵して浮上しますが、最後は、畠山光代に討ち取られちゃいます。まあ、義満はこういう時に、最後も、まあ、うまく締めようとするわけですね。大内広重は降伏します。で、赦免されます。義満はこの広重に大内家の家督と、それから周防の国、長門国、二カ国の安堵を、行います。これ、まあ、大きなポイントですね。というのは、義満がなぜこの降伏した広重を、処刑せずに、赦免し、それどころか家督を認めた上で、膨張を安堵したのかというのは、義満のうまいところであって、こういう関係になってますが、義弘が、まあ、死にました。光浦も死んでます。国元には、この森見がおったんですね。このままほっときゃこの森見を殺せなきゃならなくなると。そこでこいつを自分の方に引きずり込んでいて、こいつにこいつをやらせたら話は早いだろうと。いうことで、まあ、大内の維新たちも、広重が許されたら森見を潰す方に行くだろうというふうに多分考えないと思います。で、ここまでは義満の考え方は非常にうまくいったんですが、現実はそうはいかずに、大江の乱で周防を守っていた森見は乱後、幕府への抵抗を続けて、広重と交渉し、1399年に、大江の乱ですけども、そこから5年間の間何が起きたか言ったら、森見は粘ったんですね。森見は結局幕府派を、全て打ち果たして、逆に、周防と長門の2カ国を室町幕府から、守りきってしまったと。で、結局、1404年に義満によって赦免されて、森見は大内家の家督を堂々とつわけです。ただ、義満が生きてる間、義満も、これは屈辱だったのか、森見を二条落命令を出さず、森見も
当然兄の、仇である森義満には合わす顔ない、あの、まあ、合わす顔がないっつうか会う予定もないの、だから結局上洛せんのまま、義満の死んだ後に、森見は上洛します。こうなってくると室町幕府としてはあの義持は、森見を非常に重要視するようになります。で、義持の小番衆まで務めると。あの吉持の頃、室町幕府を支えた、武力がこの森見と、それからあの畠山光家であったというのは、ある意味皮肉なことでもありますね。この光家というのは、あの森見の兄の義弘を討ち果たした人間であり、この森見と、光家のこの2人が、まあ、吉持を支えた武力であると。九州ではあの渋川氏が大変なことになってまして、小児氏との戦いで渋川氏が押されていくと。義持は大内森見を派遣することに決意しますけども、この時に、実は教科が読まれていたんですね。大内氏の西国行きをあの止めてほしいという京和乱兵の口ずさみで、まあそれよりももっと止めたい、あの相撲よりももっと止めたいのは大内の西国行きと、それから御所の、黄色い服だというふうに言うふうな話があって、まあ、黄色い服というのは、まあ、義持が、中国かぶれだった義持が、まあ、中国風の黄色い衣を着てたことを指すようです。もう一つは、大内森見が九州に行っちゃうと、まあ、京都の治安というものが半減するんで不安だという、そういったことが言われるぐらいには、大内の武力というのは非常に京都にとっても必要だったというふうになっています。義則に入ってもそのままこの大内の力は重視されて、まあ、義則によって、筑前の国、当時筑前の国は五稜国化されてましたけども、そこの代官として事実上の筑前の守護職を、まあ、認められます。しかしそれは、筑前の国を狙っている商人光定、あるいは大友氏などとの対立となって、彼は永享3年に吸収されて戦死と言われるのは、この大内森見の戦死がきっかけになって、いわゆる室町幕府の義則は武力って言ったものをこっちがバサンと消えてしまって、大内の武力には頼れないと。三重一本ぐらいしか、使い物では困るということで、方向衆の整備に移っていたという話が言われています。あの方向衆は、まあ、義満の頃からあの馬回り衆で存在しとったんですけども、あのいわゆる五番型として、守護の、特に畠山一門がたくさん抜擢される、畠山一門中心に大立ち、あるいはあの細川の所流の他にもいろいろと須崎家の所流とか、そういった守護大名とかの所流とかを、かき集めて、将軍直属の方向手術の、整備していたのは、どうもこの大内森見の戦死がきっかけだという話もあります。自身の、始まりから室町幕府の中での地位獲得までを一応見てみました。この大内 の大友とか島津と違って生前御家人とかそんなにちゃうんですね。違いますね、ここは。地元の有力者なんですね。そうですね。西国のこういう守護大名の中ではちょっと変わった毛色ですね。地元の有力者であった菊池とかは みんな、絶対藤原とかは名乗るんですけど、ここはたたらを名乗るという。この大内家の特徴は、あの最後まで源平統吉に収まらなかったと。源平統吉ではなかったと。その辺、安藤氏となんか雰囲気似てますね。それから安藤氏もずっと安倍を名乗り続けて、源平統吉に行くことはなかったと。大内義弘とかは、たたらの義弘と。大内というのはね、自分では和子をやらないんですか？あ、自分ではやらないです。和子を取り締まる側なんです。和子を取り締まる側で、うまみを見つけたみたいですね。大内時代は朝鮮と貿易を してるんですか？してます。結局そこがポイントでしょうね。大内氏にとってのポイントは、その、あの朝鮮との貿易をいつ頃から始めるのかっていうのは、義弘、あの、いつ、この義弘より以前ほとんどよくわからないんで、なんとも言えないんですが、朝鮮はようやく出てくるのは、多分確かこの義弘が、あの、我々は百済の子孫であって、朝鮮に、服属したので土地をくれと。いや、それ無理と。言うたあたりからです。明との貿易というのは、室町幕府が独占してますよね。はい。これ、朝鮮貿易の方は、室町幕府は独占はしないんです。
朝鮮王朝側が結局独占しちゃうと倭寇になっちゃうんで、こいつらの貿易を認めないといけないし、朝鮮の近辺にいる有力者と貿易しておいた方が彼らが倭寇化しないと。うん、明の場合は基本的に国王以外を認めないと。まあ義満としても、まあ義満が手紙を送るけども、まあ実際に言ってるのは初回目は小泉って書いてあるから、まあ多分博多の商人なんだろうと。義満の時代一応幕府専用けども、まあ実際大方主商人にやらせてる、まあそこのところにまあ使者として、最初は博多商人だけど2回目以降は前奏にやらせてるけども、おそらく実際にと実務取り組んだのは商人だっただろうと言われてるんで、まあ何とも言えないんですけど、ね、そこのところは。この朝鮮に土地をくれというのは大胆ですね。大胆ですね、うん、朝鮮としても困るでしょうね、いきなりそんな言ってこられても。多分出先基地が欲しいってことなんでしょうけどね、土地をくれっていうのは。結局宋はなし崩し的に釜山の一部を自分の土地領地化しちゃってたんで、貿易基地が欲しいわけですね、王子としても。多分そうやと思います。あ、広い領土じゃなくてね、うん、と対倭寇の、拠点ぐらいになってやるぐらいのね。周王の守護というのは天下り的に来たわけではなくて、下から勝ち取ったみたいな守護なんですね。そうですね。こういう守護もいるんですか、地元のやつが有力で認められちゃうという。おるんですね。珍しいタイプやと思うんですけどね。南北朝時代やったら、そっか、肥後の菊池氏もそういう形になるか。鎌倉時代はさ、さっき言われたように北条が持ってるから大内は守護にはなれなかったんですね。そうですね。やっぱり南北朝の時にはチャンスなんですね、地元の有力者にとっては。そうなりますね、北条という圧倒的な面白いが取れた。しかも武田とかそういう連中とも違って、大内の場合はほんまに在庁からコツコツの社ができたタイプですよね。源氏とかそういうあれじゃなくて、名門とかそんなんじゃないんですね。そういう意味では名門性がびっくりするぐらい気迫というかないというか。逆にそこに開き直っちゃったというあたりが特徴かなという。例えば菊池にしても本当のところは藤原とは花房なんだろうけども、藤原をとりあえず名乗ろうとするとか、龍造寺にしても一応藤原名乗るとか、そういう思考はないんですね、ここは。そういう思考がないですね、ここは。で、大内義弘の時は結構な勢力になるんですね、あっちはこっちの仕事って。これもう南北朝時代末期の典型的な例で、南朝型を引きずり込むために、その南朝型から与えられた守護職をそのまま認めちゃうとかありますから、結局山名が6分の1殿というふうに後世言われるように大量の守護を持ったのも結局それですからね。はじめ南朝が認めるわけですか。結局南朝に行ったら南朝サイドが認めると。北朝鮮のやつはその南朝からもらった守護職をこう振り立てて、いろいろと大地に浸透を図っていって、でそれが物事枠の時に実が追認されると、まあ、まあせざるを得ない、そこもありますけどね。結局力のあるもんに守護を任命するせざるを得ない状況になりますから。これ南朝側も守護を出すんですね、武家、公家政権なのに。南朝も守護と、あそこは最初は守護と国主の日本体で行きますからね。赤松延伸も兼務政権で一応播磨の守護になっちゃったんだが、播磨の神だった安田とぶつかった役、森吉親王との関係で、まあ、播磨の守護職奪われたんが、まあ、赤松家の高氏との関わりの始まりですから。まあ、そうですね、確かに播磨の場合守護と国司と別の人間がなってますね、兼務の申請の時に。でその後室町幕府が守護を任命するようになったから二重になっちゃうわけですね。そうですね。最後に大内義弘が義満に睨まれた時は関東公方を引っ張り出すんですね。うん、まあ、関東公方自体がもうどうも最近読んでた話では、もう最初の元氏からして忠義の養子やって、もともとバリバリの忠義派の連中が
関東区方の中心を占めちゃったというのが実情みたいですね。潰せないんですね、室町幕府。うん。ややこしい組織。潰してしまえばいいのに。逆に義満は関東8カ国プラス、陸奥と出羽を与えて、懐柔する方に行っちゃいますからね。うん、潰すに潰せないんですよ。義則が潰すまで潰せないんですね、これ。義弘、酒井でこう結構粘ったんでしょ？結構粘ったみたいですね。こういう時自分の領国に帰ろうとしないんですね。まあ、多分三つ金を待ったんでしょうね。応援に来てくれるのを。うん。三つ金と合流して、足利の本筋は我にありというふうにやれば、まあ、動揺も出るし、義満に不満やったやつらが。最終的に勝つためには鎌倉と連携取って京都へ攻め上らなあかんと、うん、あそういう戦略だったらそれは山口に帰っちゃったら帰っちゃったらダメですね、うん、山口に帰っちゃったら逆に多分義満が義弘討て言うて言うたらもともと狙ってるやつらとか商人とか大友とかそういったやつは多分殴りかかってくるんでそのあたりはやっぱ戦国時代と違いますね。本拠地に軍を置いてという。その辺ちゃいますね。やっぱり京都を取るかどうかっていうのは一つのあれたんかな、まだ。うん。まあ、それも、吉弘の場合は多分やっぱり三つ金との関係、それから、両春も、今川両春も一応なんか、この吉弘の乱に関係があるとして、流罪なりかけてるから、おそらく今川両春、あるいは、美濃、あるいは、山陰地方などから多分、軍勢が、ガンガンと京都に攻め上ってくるはずだったんね。で、最終、一番最後の切り札が関東区方、足利三つ金と。この応援なんでもこう単純に大内対義満という、そういう単純なものではないんですね。うん。全国戦争みたいになってるんですね。うん。まあ、義満は結局全部うまく抑えていたつもりですね、これ。で、大内義弘負けちゃったけど、大内家が。これ潰しはしないんですね、義満の場合は。おそらく義満の描いた絵ではこいつをうまく使って大内の、こいつを殺されたんですね。大内を自分の次回黒内のものにすると、それがうまくいかなかったと、それが失敗しちゃって逆にこっちが殺されちゃったと。だからまあ義満にとってはこれ手痛い失敗とか計算違いだったでしょうね。義弘が応援なんで負けた後、その次に出てくるこの森見森春ですが、この人が頑張ったわけですね。この人が頑張りましたね。で、義満を跳ね返したと。うん。まあ、そういう意味では英雄ですよね、彼は。だけど、これ、最後の最後にやられちゃったんですね。うん。大友商人の連合軍に。多分油断してたんでしょうね。500人ぐらいの友を連れて花見に行ったところを救出されたらしいですから。大軍率いていって、ちゃんちゃんバラバラやってるうちに殺されたわけじゃないんですか。そうなんですよ。遊びに行った時にやられたんですよ、これ。だから多分、鎧も着てない非武装の状態でやられたんですよ、これ。だからもう、筑前を完璧に抑えてると、もう、将にも、大友も、筑前から排除したと思っていたところを救助されたみたいですね。戦いで負けたわけではないわけです。うん。いわば闇討ちにやっちゃったという感じですね。じゃあ戦死とも言えませんね。難しいところです。暴殺というか。暴殺ですね。暴殺ですね、これは。大内森美が死んだ後なんですが、実はまたこれややこしくなるんですね。大内森美が死んだ後、森美は、遺言で大内氏の継承を義弘の息子に決めていたと。森美にはこういう、息子だったんですが、とりあえずこの兄義弘の息子の、この持ち王一を決めたらしいです。ところが大内家の中でこの持ち森を担ぎ上げる動きがあって、この両者が対立したと、いうことで内紛が起こります。満載15日記によると、森美の意思が通って、最終的に持ち王が大内家の家督を継承したんだが、それに対して、持ち森が反発するというふうに書いてあって、室町幕府は持ち王を支援して、持ち森を、打てと命令し、結局持ち森を打たれて、持ち王が後継者になります。で、大内持ち王は、この大友氏、
まあ、この大友氏も実は2つに分裂してる話を前にしてますけども、大友近綱と菊池兼友を守護職に推薦して、九州の自分のバックの方をうまくこう抑えながら、持ち森を追悼すると。持ち尾は、この大友近綱、あるいは菊池兼友を味方につけた上で、この持ち森をまず倒した上で、次に勝に光忠を討ち取って、ちょっと叔父の敵を討つと。さらに大友持直も勝利して、これも叔父の敵を討ったと。その結果、大内持ち尾の時代に、北九州は大内家の、支配下に入っていくわけです。永享12年、持ち尾の最晩年に、朝鮮半島から小児氏の和光化への苦情が、室町幕府に入ります。その結果、義則は大内氏と小児氏に対して和睦命令を出しますが、これ、九州大学の、佐伯浩二先生によると、まあ、持ち尾は義則から兼ねてより上洛、したいという願いを持っていて、要するに、いつまでも九州で戦ってるんじゃなくて、叔父森見のように上洛して、小藩衆として、将軍家のそばにつ、つきたいという、そういう意思を持ったんですが、小児氏がうろうろしてる以上は、どうしても無理やと。そこでどうも、これは持ち尾が朝鮮王朝に対して、ちょっと苦情を入れてくれというふうにお願いして、朝鮮半島から持ち尾の要求通りに、室町幕府に苦情を入れて、小児氏との和睦を命令すると。これ多分、家中の中に、戦国時代の室町将軍家の集会と同じ理屈であって、家中の中に小児氏と徹底的に戦わなきゃならないという意識が強い中、大内持ち尾が小児氏と和睦したら、今度は家中の人間が大内持ち尾から離れると。そんなに京都行きてんかよというふうになっちゃうのも嫌だから、このところは、いやー、将軍様の命令としてはしゃあないよね、みたいな感じに持っていこうとしたんじゃないかというふうにまあ考えられます。なんか持ち尾としては、小児氏との和睦を優先すると。その一方で、それがうまくいかない場合のことをどうも考えたようで、対馬を朝鮮に割譲して、宗氏と小児氏を滅ぼす計画との、おそらくこの 2段階の2つの可能性をおそらく持ちを考えたというふうに考えられています。要するに、こっちがうまくいったら、まあ、それでよしと。うまくいかなければ、対馬を朝鮮に割譲して、小児氏と、宗氏を滅ぼしてしまうという計画も、どうも立てていたらしいことが、朝鮮側の資料には出てきます。結果的にはこちらではなくて、こちらが成功して、大内持ち尾は無事、京都に上洛したんですが、上洛した途端に書き綴らんで、大内軍になります。朝鮮王朝実録では、持ち尾と義則が赤松討伐を計画していたために、赤松が大内殿と国王を殺したというふうに書いてありますが、まあ実際には多分そういうことはないと思います。もう一つ、大内持ち尾は、剣台記と、それが関門日記では、義則のために戦って、重傷を負って1ヶ月後に、死んだと。で、死ぬ時に、俺の葬しかいらないと。俺の墓には、赤松の首を、備えろというふうに遺言して死んだんですが、今日は乱兵は意地悪で、俺が死んだら墓はいらんと。お前ら全員、慣例の前に行って、細川邸で腹を切れというふうに、遺言したというふうに、まあ、意地悪に、ひねられてしまうと。細川持ち受け実に使われたこともあります。不思議なのは、この朝鮮王朝実録、それから、この怪盗諸国記。この怪盗諸国記には国王大序というのがあって、足利将軍家をずっと、代々書いているんですが、この国王大序のおそらく 80% は義則なんですね。で、義則の項目の 90% は書き綴らんの項目であって、で、私はもうすぐ不思議に思ってるのは、この朝鮮王朝実録とこの怪盗諸国記における描写は同じなのは、まあ、当然として、この義則の最後、つまり、両肩から、いきなりこう、馬がドドドドドと離されて、馬がドドドと離されて、その隙に、鎧武者が入ってきて、首を落とすという、そのシーンなんかは、実は関門日記に書いてあることとそっくりであって、どういう、ルートで、どういう情報から入ったんやろうと。やっぱりこれ、大内経由で入ったんだろうなぁ、という気はするんですね。微妙なのは、この朝鮮王朝実録は、書き綴らんの後の摂政が、三地音と書いてあって、これ何なんだと考えたんですけども、
国王の州都の産地音とかだったんで、なんだろうとか、最近思いついたのは、誕生実政。確かに、吉典の妻の兄にあたる、吉典とは義理の兄にあたる、三条実政。ただ実際には三条実政って吉典よりも多分20歳ぐらい年なんですよね。義理の兄の方が20歳近く年したという、ちょっと変な形になってるんですけども、これは結局吉典と、奥さんの間がものすごく離れたからですね。大内持代が死んだ後、森見の息子の大内憲広が継承します。これはまあ持代から憲広へは普通にスムーズに進んでいます。要するにまあ最初当初から持代が入った時からこの憲広は持代の一応養子ということになってましたから、持代が森見の養子になって、こういう形で平和に進んでいきます。周防、長門、筑前、豊前、これをまあ持代の死去で室町幕府が認定されると。大内憲広は、この商人の利々と戦って、辻島に駆逐する。これはまあ、柿津の乱の、いざこざの中で、商人の利々が、赤松と結びついたというデマが流れて、その結果、商人の利々は、かわいそうに、室町幕府から追討される身になりますが、この時、憲広の代に、対馬の割譲を提案してますけども、これ今、朝鮮王朝実録を見てみたら、今の大内殿は知らずというふうに書いてあって、どうやらこれ、須田真紀子さんという東大の資料編纂所の助教の人の本があるんですけども、その本によると、どうも、持代の計画をこの機会に、範頼が土に駆逐された機会に、この持代の重臣が朝鮮に提案して、それを取り継いだのが、朝鮮王朝に仕えていた元倭寇の人間やって、まあ、これに対して朝鮮サイドは、おもろい反応していて、商人を大内が負けたらそれはそれでもう OK なんだが、もし大内勝って商人が負けて対馬が朝鮮彼ら対馬から追い出されたら、こいつらもうやけくそなって朝鮮半島に襲いかかってくるやんけと。ということを言うていて、大方、大内サイドと朝鮮サイドの見方にズレが出始めていると。要するに朝鮮サイドとしてはもう、この対馬の方に頼った方が話が早いということに多分なったんだろうと思います。事実、この提案のが1444年なんですけども、その1年前の1443年には、可決約条と言われるものがあって、対馬と朝鮮の間に通行関係が正式にスタートしていて、基本的には対馬を通して、日本からの貿易を受け付けるという話が出てきて、大内がちょっと、微妙な関係になってるんですね。おそらく大内のその重臣たちはやばいと、いうことで、このパイプを作り直すために、この対馬を朝鮮にあげちゃうよと言ったんだけども、朝鮮としては、対馬に期待するところは、要するに倭寇を抑える側に回ると、いうことを、まあ、期待していたんだろうと。だからこの頃から大内から対馬に、日朝関係の要が移り始めているということが言えると思います。さらに大内憲広は安芸の国の所領をめぐって安芸武田氏と、対立しています。で、安芸の国に侵攻していってます。もともと安芸の国に所領があったんですけども、この武田氏との対立をきっかけに、一気に安芸の国全体を領国化しようという、野望ですね。ただこれは、幕府による阻止なんですけども、この幕府が結構くせ者であって、基本的には幕府といいますか、関連とは細川勝元ですね。細川勝元との対立が背景にはあると。四国を抑える細川家と長門を抑える大内家の間には瀬戸内海の海運をめぐる、まあ、対立が先鋭化してるんじゃないかと。で、これ以降この辺りから、急速に、この大内と細川の関係というものがライバル式になっていきます。さらに、芝吉俊夫をかくまって幕府と、対立を深めていくと、まあ、亡命してきた、芝吉俊夫をかくまったんですが、幕府と対立し、幕府が一旦阻止したんですけども、もう幕府と喧嘩した以上は遠慮いらんと、安芸の国への進出を本格的に強めていきます。
さらに、細川と対立するために、伊予の国の守護だったり、なかったりするわけですけども、この伊予の国の守護権、あるいは伊予の国付近の、海運をめぐって、細川と対立していた河野道晴と組みます。これ、大きな、ポイントになっていきます。大内政広は、1465年に親父が死ん、範広が死んだと、家督を相続。大内家もあまり長生きの人いませんね、考えたら。戦死したりするケースも多かったのも事実ですが、範広も政広も大体50代で、亡くなってて、まあ50代で亡くなるとそんなに、短くはないんですけども、なんかたまに長いのおれへんのかなと思うんですが、大内家の場合、大体あんまり長生きっていうのもいませんね。大体50代、50、そこそこで死んでると。政広は父が死んだ時まだ、若かったんですけども、家督を相続しています。比較的若年、20代の、大体20代の頃に、親父が死んでいくというパターンが多いようです。1965年、父の死で家督を相続し、河野道晴を支援して、引き続き細川勝元との対立が続いています。ところが、柴吉氏は、後に赦免されます。つうのは、河野道晴と、を支援して、細川勝元との対立を強めると、実は微妙な立場に置かれるのは柴吉氏であって、柴吉氏はもともと細川勝元との関係が深いと言われとったので、難しいところがあったんでしょうね。結局彼は、いたたまれなくなって、上洛しますが、そこで図らずも義政から赦免を受けます。というのは、これはどうも、義仁はうまく立ち回って、伊勢貞親の義兄弟なんですね。伊勢貞親の奥さんの、姉妹を、めとっています。もっとも伊勢貞親の5歳ですけどね。義政貞親からは、この義仁、それからさらに大内政広、この辺をうまく使って、勝元での対抗馬にしようとします。ただ、この動きは文書の政変で、頓挫して、津田近も義年も失脚すると。ところが、宗前と勝元が今度対立し始めます。これはもう、大二郎の直前ですね。大二郎の時に宗前は勝元と田元を分かつ。そうなると、政広は、まあ、基本だから、この頃の政広の動きっていうのは反勝元ですね。だから常に勝元の反対側に移るんで、応仁の乱図は基本的に勝元と反勝元で分けるとかなり見やすいと、いうことがあります。勝元対反勝元。やはり、応仁の分かりやすく見るのは、この伊勢貞親という人物を見るのもポイントだと思うんですけども、まあ、勝元、反勝元。大内政広はこの反勝元の方に常につくと。で、政広西軍に入ります。応仁の乱の最初っぱなは、室町将軍、それから足利義満、それから御花園天皇、御堤門天皇、全部駆け込んだ勝元が有利やったんですけども、これポイントは、だから日野富子を話入れちゃうと話がややこしいんですよね。要するに基本的には、勝元が義満と義政、それから天皇上皇全部手に入れたと。で、これで東軍が当初有利だったんですけども、この大内政広が圧倒的な大軍を率いて上洛したことで、今度は一気に西軍が有利になると。まあ、半年間戦って両方とも疲れてるところに無傷の大内政広が上洛してきたということで。しかも、大内の場合、瀬戸内海を押さえてるんで、まあ、船で大量に運べる。それからこの頃九州安定してるんで、大内政広としては、とりあえず留守をあまり気にせずに大軍を送り込めるという有利な点があって、一気に西軍が有利になります。まあ、ただ、勝元も、ただもんではありません。ただではこれません。1470年には大内の隆起が、勝元に応じて政広に背くと、いうことですけども、これに対しては大内政広は、末広盛を、派遣して鎮圧しています。で、1473年には宗前と勝元が死去して、それ以前から、宗前と勝元の間には和睦の動きがあって、宗前と勝元はもともとそんなに仲悪くなかったんで、とりあえずやったけども、結局、まあ、5年経ったあたりから、宗前と勝元の間に和睦の機運が浮かんで、まあ、それに徹底的に反対したのが、どうも、両畠山、正長と義弘、それから大内政広、赤松正則。結局、だから、東軍で言うならば、反対したのが赤松と
それから畠山。西軍では大内と畠山という形になって、まあ細川と山名つうのは対立をつ、手打ちしても、この辺は許すわけにはいかない。赤松はとにかく山名が憎い。大内はとにかく細川が憎いと。で、これお互いが憎いと。いう形で、正豊と正元、細川正元、山田正豊は講和しますが、その後も吉見は大内正弘に、擁立されて、抵抗を続けます。1477年、最終的に赤松正則と大内正弘が和睦に応じて応仁の乱が終結。ですから、これを見る限りでは、応仁の乱の足掛け11年にわたるこの応仁の乱のうち、後半は完全に山名と細川ではなく、大内と赤松やったんだなと。両畠山プラス大内赤松やったんやなと。いうことがわかります。大内正弘は一応足利義政に降伏する形で応仁の乱を終わらせます。で、それに納得できなかったのは西軍の畠山義弘と、それから足利義見で、義見は美濃の国に亡命。義弘は川地の国に下っていきます。で、末広盛が、と対立してその広盛を殺害したことによって、正弘は、両国をさらに掌握していって、大内氏は、かなり早くから両国を強く支配する形になっていきます。さらに、周防の国の東大寺領も、守護受け化に成功し、で、一旦守護受け化を成功したら、その、東大寺の、取り分は全部正弘が手に入れるために、横領。で、東大寺もことここに至っては正弘に対抗できないという形で、大内正弘の時に大内家の力はさらに飛躍的に強くなると。で、足利義胤の当時は義行ですけども、六角高頼征伐にも参加しています。で、一旦、彼は、この頃の大内氏というのは、京都とそれから両国をこう、結構往復してるので、大内正弘の場合、ずっと応仁乱で戦ってますから、京都に寄ったわけですね。その結果、大内義興も京都生まれになります。京都で生まれ、京都で育ってます、大内義興は。足利義久から吉野寺を拝領する形で、まあ、大内氏がついに吉野寺をもらえるようになると。で、吉野寺が、まあ、安売りされる、吉春、吉輝じゃなくて、吉久の代にこの吉野寺をもらえるっていうのは、かなり大内氏が室町幕府から評価されてると。まあ確かに、室町幕府にとってはこの大内氏をどういうふうに扱うかによって、まあ、室町幕府の運命も決まってくるぐらいにもう大きな人になってます。六角高頼の征伐とそれから明王の政変に関わってます。というか明王の政変の時は彼は全く受けなかったです。どっちかやったら足利義稀、義時種、後の下ですね、足利義稀に、ひっついてる影響、暗管理があって、この明王政変の時も傍観してます。さらに、細川政元にとっては、この大内義興をどうするのかと。義興は、政元によって妹人質に取られるということを起こしています。で、それに対してブチギレた、政広が、義興の側近たちに切腹を命ずるという事件も起こっていて、これはおそらく両国に一足先に帰った政広にしてみりゃ、何しとんねんという感じなんですね。政元に妹を身柄を抑えられるって、それ最悪やんと。結局、身柄取られたら、政元にうまくいけへんやんと。まあ、ほどなく政広は亡くなるんで、義興がどう継いで、まあ、うまくやっていくんですけども。で、大内義興の場合、運がええのは、この末竹森と内藤博則の内紛で、両者が共倒れしてくれたと。こういう大内家の中でも大きな力を持ってきてた末と内藤が共倒れすると、末が内藤を断言して、大内義興が内藤を殺したんですが、実はこれが末の断言であることが分かって、末も殺されたと。大内はこの末と内藤氏を再興する形で再興させると。まあ、この内藤博則の弟に末の残言で申し訳ないことをしたと。内藤に関してはこれから大事にするから、これからも頑張ってくれというふうに言うて内藤氏を再興させ、末に関しては末沖房を抜擢して、今後は末をお前に任せたというふうにして、この竹森の弟なんですけども、その末沖房を抜擢すると。さらに重臣である杉田清明
これも、まあ、謀反を起こしたんですが、討伐されて、義興の地位は完全に安定化すると。杉家は、王子死滅亡が毛利氏に仕えて、この一門の中から、後の吉田松陰が出ています。吉田松陰の実家ですね。松陰は吉田家に養子にいてますが、吉田松陰の実家は杉ですね。この子孫だという話が伝わっています。さらに義興は大友正親と大友義継の争いに介入し、この義継の死んだ後、正親が家督復帰するんですけども、この義継というのは義興のいとこにあたるんですね。もう義継を、が死んだ後、正親は、親父の正親は、家督に復帰し、さらに大地市の北九州の領国を、攻撃しようと船出するんですが、難破して、大内義興の領国に漂着して殺されたなしは大友なしでしたと思います。さらに筑前の国に、侵攻してきた正仁正月を撃破して、逆に肥前の国に侵攻し、正仁正月を追い詰めています。で、ここで大地義興が、支援した渋川家の話に行きたいと思いますが、大内義興はこの渋川忠重を支援してますが、この渋川っていうのはそもそもどういう家なのかということですね。大内氏にとって、特に小児氏と戦う大内氏にとって、キーパーソンになった。やはり小児に比べると大内いうのは機種制においてはやっぱり1ランク、2ランク下がっちゃうんですね。大友や小児に比べると。機種制ということに関しては、で、しかも大内氏自身が自らをたたらにこだわって、なんか話を出てあげるとか、なんか藤原姓を名乗るとか、そういうこともせずに、むしろ逆にこの渋川を、うまく使おうとしたというふうなこともあって、この九州短大の渋川家、どういう家なのかということですね。渋川氏っていうのは、足利康氏の子で、名越友時の娘を母とする家です。で、これはどういうことかと言いますと、足利康氏には、この、これと、これがあって、母が違うんです。こちらが、名越友時の、娘。まあ、どちらも北条なんですけども、こちらは、名越流と。で、こちらが北条、時氏の娘と。つまり、北条時織の姉にあたるんですね。だからこの頼氏っつうのは北条時織のいとこにあたります。この家氏あるいは義明っつうのは足利家の、後継ぎから離されてこの末っ子の頼氏の子孫が室町将軍家につながっていきます。したがって、この渋川とそれから芝あたりは特別の、家系として特別に高い家系を、まあ、維持すると。渋川つのそういう形で他の細川とか畠山とかよりも、さらにワンランク上の家系的に言ったら血統的に言ったら、ワンランク上です。渋川氏はなんか仙台の乱で、忠義と共に高手戦死しています。忠義を守って戦死しています。孫の渋川義行は、一色のりの後の九州短大になりますが九州入りできず、渋川睦頼よりは今川領主の後の九州短大になっています。これは攻略の政変によって細川今川良春のバックであった細川頼之が失脚して、芝義行が力を持ったと。で、その芝義行の、関係者のために、渋川光頼が今川良春を、などの、旧首都に継いでます。今川良春をうまく追放した大内義弘が、この渋川光頼を、まあ、支援することをきっかけに、渋川家と大内の関係が、まあ、出てきます。で、渋川義俊が、小児光頼に敗北して、九州から撤退して渋川この義俊の息子の義明は結局九州短大を継承せずに京都に残っていわゆる御一家と言われる家系になります。義明の息子が義門ですね。柴家に養子に行く柴義門です。西軍の関連ですね。渋川義明は、堀越久保足利政友の後見役となりますが、上杉もしともと対立で罷免されます。この、渋川家はいくつかは関東の方に力を残していて、いわゆる渋川俊海もこの渋川の、関係者です。大内氏が頼ったのはこの、九州短大の渋川氏であって、渋川光直。この渋川光直はいとこの義俊から九州短大を経て、こちらがご一家
いわゆる京都のご一家になり、こちらが九州短大として、この家は九州短大になります。渋川光直は義年から九州短大を継承し、大内氏の支援のもと小児光太と戦いますが、大内森美が戦死いうか、まあ、応死して、で、ほどなく光直も小児光太に打たれると。渋川宣直は大内氏の庇護のもと小児氏と戦って、応仁の乱では正弘ともに西軍につきます。応仁の乱の後、正弘のバックアップのもと、最も安定していた、九州短大が最も安定したのは、この正弘によって守られていた、この宣直の時代です。で、彼は、短大職45年という、非常に長い間短大やってました。彼は大明大朝貿易にも関わっていて、九州節度使という名目で、しばしば朝鮮王朝から記録されています。九州節度使やから、まあ、レベルは高いですね。大明貿易にも九州節度使という形で関わっていると。ところが、宣直の死後、万寿丸が、正助に攻められて若いまま戦死すると。逆に不思議なのは、宣直って45年も短大に在職していながら、子供なんで万寿丸やねんという疑問があるわけですが、その辺難しいところですね。渋川忠茂は、大内義行の協力で小児氏を壊滅に追い込みます。で、義忠、後の義忠ですね、より返記を受けていきますが、彼への没念は不詳です。ただ、一説によると、渋川義長と共に大内義高を裏切ったために、息子の義長が、大内義高を裏切って小児氏に続いたために義高によって滅ぼされます。その時に忠茂も殺されたという話もありますが、詳細は不明です。明の浜の短大塚は、渋川高明という人物のを祀る短大、塚というのがありますけども、この渋川高明誰やねんというレベルであって、系図等にも出てこないんですが、渋川高明誰やねんということです。で、明の浜自体は九州短大領の中核を占めたですね、博多の郊外にある明の浜というのは、実はここは短大領やったです。で、現在、明の浜には、蒙古襲来の竹崎末永の言葉に出てくる菊池が担当した原稿ボール跡がありますが、もう一つはこの、短大塚もあるそうですが、私、明の浜に出た時には残念ながら、蒙古襲来の、石追事、原稿ボール跡見ましたが、短大塚見てません。知らなかったです。そんなのがあるというのは。ここの話ですけども、義種よりも返記を受けるという、この義種との関係、これですね。足利義種、最初の名前は、彼は名前を変えてます。義樹。で、名誉の政変で追放されたのが義樹です。で、九州に行った頃、義種と名前を変え、京都へ登ってから義種と名前を変えてます。この足利義樹、義種、この義種っていうのは、実は、唯一の二階征夷大将軍になった男です。征夷大将軍数多けれども、征夷大将軍に2回なった人間は彼一人です。征夷大将軍というのは大体一度辞めちゃうともうならないと、いうあれなんですけども、この義種ね、唯一2回征夷大将軍になった人物です。この明王の政変、細川政元によって、足利義樹、義種は、追放されます。追放というのは、これ捕らわれたんですね、最初は。殺害される予定やったみたいですけども、しばらく監禁され、なんか毒も盛られたみたいですね。ただ、これ毒盛られてることに気づいて、食わずにそのまま、逃げ出したと。越中に一旦逃げ出した後、越中の人望氏を頼ったんですが、畠山松永の、家臣の人望を頼ったんですが、そこではどうにもならず、長門の国に入っていて、大内義興を頼ります。義興はこの義種、ここではもう義種に統一しますけども、義種を擁立します。で、この政元が擁立した足利義高、後に義澄に変えますが、まあ、義澄を使います。以降、義澄しますが、大内義興の討伐命令が出されます。だから将軍、さらに、五ヶ島原天皇が、地罰の臨時を出して、大内義興は逆賊になります。ところが、栄翔の錯乱が起こります。これ要するに政元の殺害ですね。政元が殺害されて、足利義澄政権は急速に弱体化すると。特に一番まずかったのは、政元が殺されて、九条、政元を殺した住幸も殺されたんですが、その後、この住元と、それから高国が今度は対立を始めると。高国が
義興と連携することによって義澄が、結局没落すると。で、義忠、義胤が、将軍に復帰します。まあこれいろいろと問題起こるんですよね。まず将軍が2回目であるということと、それからこの五ヶ所原、気の毒な五ヶ所原天皇です。義澄に対して千葉鶴寺を出したその義興が堂々と今度はやってきよるということで、これ以降この千葉鶴寺っていうのは出されなくなるそうです。これ以降あの千葉鶴寺から今谷明先生やると結晶鶴寺に変わると。つまりあいつを殺すんじゃなくて今度の戦いに勝てよと、これやったら逃げが効くんですよね。あくまで戦いに勝てと言ったんだよって、例えば他国にこの場合だと足利義澄に対して逆賊大内義興と義胤を撃てと命令したら、義興が入ってきたらすんませんになるんですけども、今度の戦いにお前勝てよ言ったら殺せとまで言ってないんでセーフと、一応セーフということで勝ちを決めろという決勝、勝ちを決めろという、決勝すべしというそういう文言から決勝臨時というふうに、今谷先生呼んであります。この天皇もちょっとその辺逃げ腰に入ると、義胤は高国を官吏に、さらに義興を官吏台に、置きます。この功績で従三位になります。これに関して実は足利義胤から反対だったらしいんですよ。大内氏いうのは武家であって武家が従三位っていうのは例がないと。しかし五ヶ所原天皇がそれを押し切ったようです。五ヶ所原天皇としたらそれくらいやらんと、つか多分大内義興欲しかったんでしょうね。従三位にしてくれと、分かってるよね、あなた俺を殺せと命令したよね、言われたら、まあ、五ヶ所原天皇としても強くは言えないというところもあって、まあ、大内氏を三位にするって話、実は範弘の時にもあったんですね。正弘が親父の範弘に従三位をやってくれと、増位してくれと一条兼良を通じて頼み込む話があるんですね。それに対して五辻向天皇が断ると。なんでだと、いや武家の義政が嫌がるんじゃないかと言うんですけども、そういう話もあるんですが、義興はついに従三位の位に上り詰めると。三位になった例っていうのは守護大名で三位になった例っていうのは実は大内義興だけじゃなくてあと二人いるんですね。畠山持国とそれから赤松正則、この二人は三位に上ってます。10年間彼は京都に居続けるんですけども、さすがに10年以上京都に居続けるのはやばいのと、それから尼子氏の動向、尼子氏が出雲の国から大内氏の領国を伺うような動きがあり、結局尼子常久と戦っている最中に彼は病死します。この後事実上の届ける義高が義興の後を継ぐことになります。大内というのは周防と中と押さえた後は筑前へ行くんですね。やっぱり筑前武前ですね。やっぱり関門海峡を抑えて回らないと。逆に関門海峡を抑えたらもうこれで瀬戸内海は確実に首絞まりますからね。ここから利権があるということなんですか、関門を抑えると。やっぱり日民貿易にせよ日朝貿易にせよ近畿とそれからそういう九州方面を結ぼう思ったら、やっぱり関門海峡を取って砂が入らないと無理ですから。関門海峡を抑えちゃうと博多と畿内を完全に掌握できますからね。周防長門を抑えたら東へ行くよりは西へ行くわけですね。西へ、結局博多、筑前、豊前、それから長門を抑えると完全に瀬戸内海は首が絞まりますからね。そうすると待ってるのは小児と大友と、だからこの大内家というのは基本的にこの将に大友とどう付き合うかというのが常にポイントでしたね。皮肉なことにこの義高の代に将二子を滅ぼすんですが、宿敵の将二子をついに滅ぼすんですが、ほんま一瞬義高はほんまに一瞬でしたね。で大内ぐらい大きくなっても奇襲性というのはいるんですね。人に聞かせるとやっぱり奇襲かな。でやっぱり従三位になるとか、まあそういうのが聞くやつは聞くし、大内はそういう意味ではやっぱり京都の文化に親しむことによって奇襲性を獲得するだろう、得ないとそこもやったんでしょうね。義高の性質も結局公家やったし、子供生まれんかったけど。ああなるほどね。で大内ってこれだけ大きくなった三冠四式とかああいう
室町幕府の主要な役職にはつけないんですね。あの重臣会議と言われる、あの足利義持吉則の重臣会議には、いわゆる三管四職プラス大内、今川、それからあの時、このあたりがプラスメンバーですけども、この2つに関しては、あの、いわゆるさあの侍どころとかには、つかない。あの室町幕府の支配体系というのが、どうもあの日本がこうあったら、まず、このフォッサマグナ付近でバサンと分かれて、まあ、越後は一応入ってくるんか。だから越後からこの、信濃伊豆あたりでこうバカンと切れて、ここ東国、このあたりが音国。だから室町幕府が支配するのはこの辺までやと。ここに値するのが今川。で、ここに位置するのが大内と。この、モデル図でいくと、大内と今川っつうのは、あの西の端と東の端なんですね。室町幕府が直接支配する。で、ここが金国になるけど、この金国の連中は基本的に在京が義務付けられていて、この今川と大内は在京と、それから在国を繰り返すと。で、ここより遠くなるやつらはみんな在国と。で、このか東北にいるやつは在鎌倉と。で、この辺は在国というふうなモデル図が一応されてて、今川と大内はこういう微妙な位置づけなんですね。大友や小には、当主は九州にいるんですね、ずっと。そうです。彼らは在国グループです。大内は京都に行ったり、山口にいたりだけど、これ、どっちに行きたいんですか？ 京都に行きたいんですか？持ちようとか見てると、京都に行きたい感じが強そうですね。できたら京都にいて、こういうグループに入りたいという意識やったんちゃいますかね。一種勢をね、補うために、九州短大の渋川に近づくって話でしたけど、これ九州短大に価値があるんですか、それとも渋川に価値があるんですか。九州短大っつうのは基本的に、あの足利一門、足利一門の中でも、短大っつうのは、足利の中でも特に高いランクにしかなれないんですよ。短大イコール騎手なんですよ。だから短大になれるのは芝の一門か渋川。短大3つしかないんですけどね。奥州短大、右州短大、九州短大の3つしかなくて、奥州と右州は芝の一門。で、九州はあの渋川。だけど、この九州短大がそんなに実力がないんですね。そうなんですよ。あの短大って結局難しいんですよね。奥州短大、右州短大もそうですが、基本的に短大は両国がほとんど持たせてもらえなかったんで、軍事指揮権しかなかったんで、あの原則的に。行政官、純粋な行政官として、あの軍事指揮権言うても、結局自分で経済力を持ってるわけじゃなかったんで、どうしても弱くなるんですよ。軍事資源持ってるということは、九州にいる商人や島津や大友を動かせということなんですか？そうです。だから彼らには機種制のみあって、機種制で動かせと。結局これ、うまくいかないですね、これでは。大友や商人が九州短大をリスペクトしているに見えませんもんね。全く見えないですね。何かあったら取ったのかという領 地を。彼らからすりゃ、それはもう商人からすりゃ、渋川がなんぼのもんやと。わしらの方が上やと多分思ってると思うけど、わしらのが機種性高いぞと。頼朝公以来の大友にしても、商にしても、渋川がなんぼのもんやと。機種制でも彼らはプライドを持ってるわけですね。そうなんですよ。あの、島津にしても。下手したら足利よりも偉いと思うかもしれませんもんね。そうですよね。もう、まさに頼朝公から、直接、下し目をもらったものの子孫やと。頼朝公から信頼されたんだという、そういう強烈な多分意識があると思うんですよ。で、軍事力も経済力も彼らが持ってるわけだから、渋川っていうのは困りますね、それでなんかせい言われても。そうなんですよ。そもそも、だから九州短大はこれ無理ゲーなんですよね。完璧に無理ゲーですよ、これ。黒島悟さんによると、結局、この短大っつうものに、その経済力を持たせると、北畠顕家の二の舞になると。
北畠顕家の陸奥将軍を討つのは軍事主義権プラス陸奥の国の守護権と、それからそこ の在地主義権全部持ってたから、あの強大な力を、強大な軍事力を動かせたんだね彼らは。それが室町幕府に襲いかかってきたとシャレならんと。だから短大はもうあの権威と実力を分離してしまえと。今川良春90年代でしたよね、はい。今川良春が頑張れたのは何なんですか、理由は。あれは細川雄幸がもうあの全面的にバックアップしたからです。あの大きくなりすぎて外されたんでしょ。そうです。だから短大が大きくなりすぎると外されるから、短大は力を持てないという形になってしまうと。それから後からが入っていった渋川は今川ほどの軍事力も経済力もないと。うん、だから要するに今川良春の2の前、今川良春の再生産のやがったんでしょうね。短大の中で結局うまくやったのは宇宙短大の最上氏ぐらいですよね。あれは急速に戦国大名化していったのは自分で勝手にうまくやったと。ああ、自分で領国化したわけですね。そうです。じゃあ大内としてはそういう形だけある九州短大を支えてやろうというわけですね、大内が。そうですね、ウィンウィンの関係になりますよね、そしたら、うんうん、で最後不思議なのはなぜあの渋川義長が大内を裏切って潰されたのかと。最後の最後で何よく書いたんだかという、要するに結局大内に操られるだけで面白くなかったんでしょうね。結局俺大内の操り人間やないかと。そこに多分小西あたりが甘いささき声で、あの今こそ大内を潰せば、今義興から義高への代替わりで揺れてる時に、揺れてるかもしれませんよと、今こそ行きましょうよと。来週は大内最後の義高さん、義高さん、場合によってはちょっと毛利に入っていって厳島の戦いで末を破って大内を滅ぼす毛利にもちょっと入るかもしれません。